ちは。おう、ろ過器。これ昔のあのろ過器といって、塔から流れが、昔流れてきた時は、はい、このスクリーンがその、下にあって、あってそこでゴミを止めて、はいはい、その後か、かき上げて、はいはい、で、まあ昔なんですけど、ああいうトロッコが、はいはい、インクラインっていうのがこういう風になってたんで、ああ、ね、そう、これがその傾斜ですか。そうです、それの後なんですよ。ああ、はいはい、あのタモリさんが喜びそうな。あ、そうですね、はい、へえ、ああ、そうなんですか、はい、へえ、すごい、すごい、すごい。で実際ここは、もうあのインクライン、ドウン車っていうのはもう、ま、だいぶ前に亡くなっちゃったんですけど、昭和37年に亡くなっちゃったんですけど、はい、実際ここを本当の稼働してたのは、平成11年までは稼働してました。へえ、平成11年に、はい、今皆さん通ってきて、うん、えー、うん、はい、あの、あっちのテント張ってあるところありますよね、はいはい、あそこの地下のところで、換気を切り回して、あの道路の方へ左に曲がって、今の再生センターの方へ流れて、 あっちに行ってると、はい、行ってます、はい、あの辺では曲がってるんですね、地下で、すごい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 、まあ、ここが結果的には平成19年に、日本で下水道施設として初めての重要文化財に指定されて、でまあその後は、まあ、こういう見学できるようになってなかったんですけど、いろいろ、改修工事をして見学できるようにして、まあ、平成の25年から一般開放して、まあ、ポケモンが認定されるという形にしてます。ツツジの名所桜も綺麗なんでしょうね。ちょっと今日はあの早かったですけど、早く来ましたね、まあそれ週末、でこれで雨が上がって、気温が上がると一気に炊き出すと思うんですよ。綺麗なんでしょうね。週末の土日が天気良ければ最高じゃないですかね、まあ来年はあのそのタイミングも考慮してあるといいな。そうですね。ツツジはだいたい5月の連休、まあ、若干その年によって違うんですよ。誰か辻の頃も一般開放、やりますですよね。ですよね。はい、まだ、今のところちょっといつぐらいの状況でまだ日にちは決まってないんですけど、読めないですからね。あと多分1週間10日では、辻をいつ開放するか決めるはず。こう見るとなかなかこうすごいですよね。そうですね。ちょっと手入れしてますので、私も夜しか来たことないんで、あのキャンドルナイトで、いや今日昼来て、あそこも中を見れて、向こうでもたっぷり聞かされて、あの感動しまくってんですけど、今もちょっと感動してですね、あのありがとうございます。また来ます。はい、よろしくThank you.
はい。